今日は一人で夜ご飯を食べる日なので海鮮丼を作ります。チンして食べるの忘れてて冷蔵庫で冷やしてたやつ。スーパーで甘エビとマグロのたたきとマグロ買ったので夜ご飯作ります。贅沢丼作る。贅沢贅沢。前にあ、はい、あ、これは普通にお味噌やねんけど、前にこの味噌汁の具をコストコで買って、味噌汁ってちょっと作るのめんどくさいからこれをもう大量に入れる。私はわかめが大好きなのでこれぐらい入れて、まあそこら辺にある味噌をちょんと入れてお湯を入れてかき混ぜたらお味噌汁の完成。最近のお味噌汁。ご飯、まんまんご飯ってやつもコストコで買った。すし酢チャ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 っと入れて、酢飯って美味しいよな。酢飯だけで食べていきたい。うん、スペマグロ、マグロ余ったやつ漬けにしよう。一番お寿司のネタで好きなのは甘エビ。醤油、さーん、やばっ、うめっ、これはうめぇぞ。えぐい、お菓子、お菓子の味噌汁になっちゃった。わかめ入れすぎた。汁を飲んでるっていうかわかめを食べてるっていう気持ちの味噌汁。ドン、おいしそう。これでっか。いただきます。いただいちゃおうかしら。いただきます。うん、うん、酢飯がすぎる。おいしい。うん、おいしい。めっ、ライト付きルーペみたいなの使ってんねんけど、下に滑り止め用のゴムが1個取れたからめっちゃカチ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 ってなる。うん、このままお風呂入っちゃわず寝ちゃおう。うん、ずっと便秘に悩まされてて、まあ、便秘薬とか飲んだり漢方とか飲んだりしててんけど、どうしようも、え、何、ほんまにどうしようもないから食べててんけど、めっちゃお水を飲んでみたりしてんけど、おしっこは出んねんけど出へんくて。ん、ん、めっちゃおしっこ出るだけで全然出えへんくて、どうしようとか思って、もうめっちゃ水飲んだりしてんけど無理やって、うーんと思って、なんかルイボスティーが家にあんねん、あのティーパックのルイボスティーが最近家にあって、ルイボスティー味好きやから、あと朝起きて寒いし毎朝ルイボスティーを、あったかいルイボスティーを飲むようにしてんやん。じゃあもう今までほっといたら2週間に1回とかしか出へんかったのに、もう2日に1回とか3日に1回、まあそれでも出へん方かもしれんけど、めっちゃ変わった。まあ人によると思うねんけど、結構マシになった。もし便秘の人であったかいルイボスティーを朝一で飲んでみてほしい。てかルイボスティーじゃなくてあれなんかな、あったかいものを朝飲んだからよかったのかな、まあ分からんねんけど、よかったです。でも白湯を飲んでみようと思ってお湯沸かしてんけど、なんかその前の日にそのフライパンでプルコギを焼いたフライパンでお湯沸かしてんやん。じゃあなんかちょっとプルコギの味してなんか嫌やった、なんか味しためっちゃ。だから私はルイボスティーを飲みます。最近ドラマでさ、完全にノンクラ君と広瀬アリスちゃんが出てるさ、知ってるワイフってやつあるやん。それ見て1話から見てないねんけど、途中でなんかパッてテレビつけたやってて、え、面白と思ってパッてネットフリックス見たら韓国バージョンが2年前サンデブに出てて、見て見ていいやん。もうじゃあ韓国ドラマイケメンですね、その昔のチャン・グンソクとかの時代のイケメンですねがめっちゃ好きで見ててんけど、それ以来韓国ドラマ見てなかったんけど、もうハマっちゃって全部見ちゃった。え、もう感情移入しすぎちゃうねん。ドラマとか映画とかそんなめちゃめちゃ見るわけじゃないんだけど、見たらもう移入しちゃいすぎて、デルワイフ見て最終回まで見た日からもう5日間連続ぐらいもう出てきて、キャストの人たちがインスタグラムまで検索してバーってアカウント掘って、みんなでその時のオフショットとか見て、え、なんか可愛いと思って、最近そのドラマがすごい好き。知ってるワイフとかイケメンですねみたいな、ちょっと平凡ではないけど一昔二昔前ぐらいの韓国ドラマが好き。うん、うまい。濃いわ。味噌汁今気づいた。明日むくむぐらいしょっぱい。うん、ごちそうさまでした。おいしかった。味噌汁濃すぎて喉乾く。水戸へに行くのもちょっと動かれへん。
ダラダラしちゃおうかなって思ったけど編集しよう。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。